お返事ありがとうございます。とっても嬉しいです。結婚して専業主婦で現在お仕事はしてないですが、もともと貯金1億円を目指してお仕事をしていたので、現状の4000万円ほど資産運用してと考えています。度々申し訳ないですが、広瀬さんはどう運用されますかそもそも私もあんまり考えたのでしょうか、えっと、まあ、アメリカのインデックスファンドリーぶ込んの時いいんじゃないかなと思いますけど、あの、たまーに僕、その、あの個別株でこれ買った方がいいよって話をすることがあるんですけど、あの、株の話って、当たるのもはっ当たらんもはっで、だいたい当たらないですよね。 昔僕はあの、東京電力買った方がいいよって言ったことあるんですけど、あの、2011年にあの、東京電力の原子力発電所が、あの、なんか大変なことになって株価めっちゃ下がるってで、買った方がいいよって言ったものを僕一株も買ってなかったんですよね。の、個別案件はあんまり言わないようにしてるんですけど、言った例でいくと、あの、日産があの、ゴーンさんが逮捕された時に、 あの、ゴーンさんが逮捕されて株価が下がったとしても、日産の売上自体は維持されるので株価戻るよって言って、日産の株買って、90万円ぐらい払って買って、2000円ぐらい得したんですよね <laughs>。あの、僕ビビりなんで、あの、要は株価見続けるのが嫌なんで、あの、ちょっとでも上がったら売るみたいなので売っちゃって、まあ、あの、90万円ぐらいかかって、あの、2000円ぐらい得したんですけど。で、あと株で言ったのが、 5年前ぐらいに、あの、ルイ・ヴィトンの株って割と上がりますよって話をしたことあるんですけど、ルイ・ヴィトンだったり、あの、ヘネシーだったりとかって、あの、お酒とかも扱ってたりするんですが、LVMH っていうホールディングスグループがあって、あの、ブランド会社って、あの、毎年毎年ずっと利益率に10%維持してますよ、みたいな話をしてて、今多分3倍ぐらいになってると思うんですよね。なので5年で3倍ぐらいになってると思うので、なんでたまにそういうのは言うようにしてるんですけど、基本的に個別株僕言わないようにしてます。はい。 30歳女、障害持ち、無能主婦、内職、月4万の収入です。夫40歳、年収1200万、子供小学生3人です。地方マイホームローンあり、夫が今年から私に家計を任せてくれるようになったのですが、全く貯金もなく、むしろ赤字で驚いております。まず、高額の医療保険、生命保険、学習保険を解約しました。兄さんに数年前から月に2万、マイホームの支払い、最低限の暮らしプラス発症の趣味で、ほぼ給料なくなります。賢く資産を増やすにはどうすればいいでしょうか <laughs> えっと、まず月2万をローンの返済に回してください。<laughs> あの、その、ま、ローンの利率にもよりますけど、あの、ローンって少なければ少ないほど利子で払う額が減るんですよ。なので、そもそもの、あの、借金してる状態で投資をするっていう時点でお金損してます。その、あの、ローンが利子ゼロですとかであれば NISA に回してもいいかもしれないですけど、少なくともあの、余剰のお金があるんだったらすべてローンを返す方向に使ってください。 あの、借金がなくなると、それだけあの、は、要はあの、5000万円で2%あの、利子がつきますよってなると、毎月100万円じゃないですか。でもそれが2500万円になると、あ、まあ、毎年100万円か。で、2500万円になったら、毎年50万円で済むんですよ。なので、そうなると、毎年50万円得してるってことになるので、ま、繰り上げ返済はできるだけした方がいいです。投資は後回しにしてください。